はい、皆さんこんにちは。ネクストフィットケントです。今日もよろしくお願いします。今日はですね、ウェイトトレーニングを行うにあたって最も効率のいい睡眠の取り方、また睡眠時間について少し説明できればなと思います。よろしくお願いします。トレーニングと睡眠って言われて一番気になるところって睡眠時間だと思うんですけど、一般的にトレーニングしてない人、してる人、ごちゃ混ぜにして考えた時に、日本の睡眠学会っていうところが発表している数値によると、だいたい7時間15分っていうのが推奨される最低睡眠時間なんですね。7時間15分以上は寝てほしいっていうラインになります。でちなみにトレーニングしてる方、ウェイトトレーニングでもランニングでも何でもいいんですけど、トレーニングして体を動かしている方っていうのはもっとたくさんの睡眠時間が必要になってきます。その理由っていうのはもちろん、その筋肉を疲労させて疲れさせた分たくさん回復する時間を要するので、トレーニングしてる人はそうでない人よりもたくさん睡眠をとる必要があります。 NSCA で推奨されている時間でいうと、週5回ぐらいのレジスタンストレーニング、レジスタンストレーニングっていうのは筋力トレーニングですね、いわゆる筋トレをされている方だと9時間が一応推奨睡眠時間になります。そんな長いのって思われる方が結構多いと思うんですけど、トップレベルのアスリートだったり、体を鍛えてトップのボディービルダーっていうのは睡眠時間が長い傾向にあります。で次に出る質問として、睡眠のリズムがバラバラになってしまう、また時間が遅くなってしまうと成長ホルモンが分泌されないんじゃないかっていう疑問があると思います。で確かに成長ホルモンっていうのは、筋肉の合成をしたりする上で非常に重要なんですけども、睡眠に入ってから大体3時間後くらいに分泌されると言われております。で一般的に大体11時から2時の間っていうのが成長ホルモンが活発に分泌される時間帯っていうふうには言われているんですけども、世界の、オリンピアとかで活躍されている選手見てもらうと分かるんですけど、もう本当に世界を転々として戦ってて、で睡眠の時間帯っていうのは基本的にはバラバラです。ただ、僕自身のこれ考えなんですけど、例えば毎日その10時とかに寝る必要はないと思います。そうじゃなくても成長ホルモンっていうのは分泌されます。じゃあどうやって寝たらいいかって言ったら、睡眠のリズムを大事にするべきだと思います。というのは、例えば、夜、なんか日中から夜にかけて仕事されている方で、帰りが遅い方で、毎日2時に寝る、2時、3時に寝て、10時、11時まで寝てるっていう方であれば、毎日8時間ぐらい取れてる計算になるので、それはそれで問題ないと思います。毎日2時、3時に寝て、10時、11時に起きるっていう、リズムが整っているのであれば、メラトニンの分泌量とかも一定に保たれると思うので、それはそれでいいんじゃないかなというふうには思います。睡眠を促してくれるホルモンとして非常に有名なメラトニンっていうホルモンがあるんですけども、食事で摂ったトリプトファン、必須アミノ酸のトリプトファンがセロトニンになって、セロトニンがメラトニンになって、消化体っていう脳の一部から分泌されます。でメラトニンっていうのは、これから寝る時間だよっていうのを知らせてくれるホルモンの一つでもあり、あとはそうですね、昼間のトレーニングとかで、溜まった活性酸素を除去するための抗酸化作用っていう点でも非常に優れています。で先ほど最低でも7時間15分以上寝てほしいっていうことを言ったんですけども、もう一つのポイントとして、レム睡眠のタイミングで起きるっていうのが一つポイントです。でレム睡眠の、レム睡眠って浅い眠り、ノンレム睡眠が深い眠りなんですけど、レム睡眠の段階で起きることによって覚醒レベルが高いので、寝起きがいいっていう状態を保つことができます。で、大体8時間寝る場合であれば、そのノンレム睡眠からレム睡眠のサイクルっていうのが大体80分から110分。これは人によって違うんですけども、スマホのアプリだったり、ウェアラブル端末で調べることができるので、ぜひご自分の、レム睡眠とノンレム睡眠のサイクルを調べて、大体4から5週ぐらい、周期ぐらい。睡眠をとってあげたら最も効率的で、体から疲労が抜けていく、日中もはっきりとした覚醒レベルを保てるような状態だと思います。睡眠が不足するとどういう問題が起こるかっていうところなんですけど、一番に上がるのは、
まあ、コルチゾールの分泌量だと思います。コルチゾールっていうのは筋肉を分解するホルモンの代表例ですね。で、せっかく昼間トレーニングして、まあ、ハードに鍛えて筋肉をつけて食事もしっかりしてもコルチゾールをたくさん出してしまうと、せっかくつけた筋肉、もちろん脂肪も分解するんですけど、コルチゾールはせっかくつけた筋肉を分解してしまいますので、まあ、なるべくコルチゾールの分泌量は下げたいところではあります。まあ、人間の生理現象だと朝が一番コルチゾールの分泌量が高い時期ではあるんですけど、まあ、夜そのコルチゾールの分泌量が高くなってしまうと交感神経が優位になってすごいね、まあ、ある種の興奮状態になって眠りに入りづらくなってしまいます。で、そのコルチゾールの分泌を抑える方法というか、まあ、サプリというか、まあ、栄養素なんですけど、まあ、思い当たるのはそうですね、まあ、DHA、EPA、まあ、ドゴサヘキサエン酸、イコサペンタエン酸、それからビタミン C とか、あとはフォスファチジルセリンとか大豆に入っているのが、まあ、代表的かなと思います。まあ、夜寝つきの悪い人とかがいたら、まあ、今言ったようなサプリを事前に取ってもらってコルチゾールの分泌量を下げると交感神経がちょっとこう落ちてきて、まあ、眠りに入りやすくなるのでぜひおすすめです。他にも睡眠不足に陥るとグレリンっていうホルモンがすごい体の中でレベルが上がってきて、で食欲をねすごいこう増進させてしまったりするので、それも良くないポイントではありますね。ちょっと今日まとまったかどうかわからないんですけども、まあ、こんな感じで今日は終わっていきたいと思います。まあ、こういう動画参考になったり面白かったらグッドボタン、それからチャンネル登録をぜひお願いします。インスタグラム、オフィシャルウェブなどソーシャルメディアもやってますので、エンドロール概要欄からぜひチェックしていただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。 How come I'm looking straight at me? The look on your face, what does it mean? Giving you a taxi, flabby master backseat turns in so classy. I always rememberTime round November, never be efforts, but you took the ladder. Sure was still playing the right game, then I was lame. All of the sudden.